花尾四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。週刊ご無沙汰いたしました。金尾四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。はい、ね、いかがでしょうか。今日は忙しいね、なんかね。今日はなんか気ぜわしいというかね。ね、いや今日久しぶりのね、ゲストなのも、そうこの方ですから。まずね、素敵なゲストをご紹介しましょう。はいはい、白浜久志さんです。はい、どうも。お久しぶりです。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございました。ね、本当にね。いやいや、ね、もうね、白浜さんはね、僕はもう40年ちょいぶりね。で、もう昭和っていうね、博多のライブハウス時代からのね、知り合いですけどもですね、皆さんまあご存知だと思いますが、はいはい、まあ、ARB とかね、もともとモズ、デビュー、はい、最初の頃のモズね、それでデビュー前のあれかな、僕はそのイメージがすごくあるんだけどね、フーとかのね、カバーやってて、うん、すごくかっこよかったの昔ね、フー、うん、フーのね、そう、40年ぶりにってラジオで久しぶりになったわけでしょ。そう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 、40年ぶりに番組で、あ、ね、ね、そうそうそう、あの時最初だったもんね、あの時40年全然変わったらんけ、びっくりしたもん40年ったらかなり変わってるよね。ちょっと体重20キロ増えてんのにさ、なんでみたいな。あ、そんな増えた、20キロ、本当に、うん、あ、そうそう、昔のビデオ見たらびっくりしちゃった。ひょーだからね、うん、あ、髪の毛、そうかそうかそうか、そうそうそう、ね、爆発してたね。でもほら、やっぱり豊かな生活はプロデュースとかもやられてるからさ豊かじゃん、ね、そうよ、ね、福山雅治さんをはじめね、いろんな方のねプロデュース、おかげさまで、ね、やられてて、そう、私は福山さん経由で白浜さんの名前は前々からお聞きしてました、うん、ああそうなんです、そうなんです、うん、ね、今日もね楽しくね、はい、やっていきましょう。まずね、この白浜さんのその CD、 これは1985年発売のファーストアルバムになりますね。はい、ね、こっからプロとしてでも始まったというか、まあその前もいろいろちょこちょこやってましたけど、うん、アーティストとしては初めてちょっと恥ずかしながら、で1985年っていうことですね。そうです。はは、俺だから1981年のデビューだから、うん、ね、まあ、サラリーマンやってたし、そうなの？そうそう、前サラリーマンやった、サラリーマンだ、あ、そっかそっかそっか、4年間サラリーマンやって、うん、でデビュー遅れちゃったんですよ。そうな、別にデビューする気なかったんだけど気づいたのしてたみたいな、お堅い仕事でしたよね、確かに。そう、あ、そうかそうか、そういう、ね、国家公民ですよ、国家公民ですね、素晴らしい、インテリだもんね、昔から。よく言われんですよね。もうそういう気は本にはないんですけど。いや、今だってそのコラムにしても、うん、いろいろね、新聞のとかも連載してたりしましたよ ね。だからそういう才能があったりとか、物書く才能があったり、うん、まあ、人をプロデュースする才能もあるっていうことでね、素晴らしい、白浜久志さんです。褒めすぎ。ということでですね、1985年発売のファーストアルバムの中から、はいはい、まず一曲聴いてみましょう。 Come and Out。 市政府将进一步扩大联通部分，努力扩大这项政策的受益，造福更多的大爷。
1985年にしては全然古い感じがしないよね。全然しない。やっぱ80年代ってやっぱまだまだシンセサイザーがどんどん新しいのがどんどん出てきてて、うんうん、だサンプリングとか、はいはいはい、打ち込みバリバリの時代ですもんね。うん、なるほどね。で今またね、はいはいはい、最近 EDM っていうエレクトロダンスミュージックが、うんうんうん、またバカみたいにこう今、うん、こうムーブメントがやっぱ来てるから、うん、なんか今の音楽と、うん、なんか映像がこうバーッとなんかリンクしてるようなイメージがしますね。うんうんうん、ねえ、うん、なんか新しいよね。新しい感じ。そういう感性があったんだね。博多の昭和のもんがやろ。もうギターに対する関心ってものすごい時期になくなったから。ああ、そうなんだね。だから公務員になった時に、うん、でギター持っていかなかったから。だけど金あるでしょ、うん、だからそのなんていうの、シンセサイザーとかーコンピューターとか そういうのに興味を持って、うん、そういうのを買う財力があったんですよ、あの時は。あー、ボーナスでガーンともう買うとかなんか、うん、でそっちいきなり行っちゃったっていう。あ、割とそっち系、うん、だからそこからその例えばアニメだとかゲームとか、その頃は全然その話じゃなかったんですが、やっぱりプロデュースする上でほとんどもうオーケーをこっちで作ってって持っていくっていう、あ、自分でその、うん、作る側っていう、うん、だそっちの方がそれも良かったですね。あ、なるほどね。はは、俺そういう芸がないからずっと歌いようとったよね。生ギター一本 でも歌は、いや、これからそうなるよ。またそうかね。だから最近の AI のさ、ボーカルとか聞いた、うん、
焼きいてない。むちゃくちゃうまいよ。一瞬さ、これ人間いらないなと思うんだけど、うん、あんなの飽きるに決まってんじゃん。まあね、うん、だ最近の CM とか多分ほとんど AI じゃないかな。本当にうまいの。それっぽく歌うの、うん、感情あるように、うん、あそういうのもできるんだね、うん、だけどやっぱさ、なんだろうな、こう 2,3 回聞いたらさ、だからこうカップヌードルって言っちゃいけないのか、ああいうこうカップ麺みたいなさ、まずかねえけど、うん、別にうまくもねえじゃん、あ、あんな感じだよね、もう慣れたら。なるほど、ね、やっぱりこう、うん、下手でも、下手でも伝え失礼だけど、やっぱ人間の感情っていうか、やっぱ、うん、ね、だからやっぱ、だって AI が描いた絵とかやっぱすごいすごいってみんな言うけど、うん、俺一度もいいと思ったことないもんね、やっぱ、うん、あれこれはいらんでしょっていう、うん、俺もなんかそっち系だよね。でもあの、うん、情報もねあんまり必要ないんだよね。あでもなんか NHK なんかそんなにね、NHK、うん、あのニュースとかでも、うん、AI による音声によるニュースとかあるの。そう、今普通にね、うん、本当、うん、AI が本当、うん、でもその人の本当のいる人の声で喋るから、うん、パッと言われて、なんでそんなことすんの。いや人権、言うんでしょ、人権費の削減じゃない、うん、いやいやそれでも働き口がなくなってどうすんのよって感じよね。逆にね、自分で自分の首絞めるみたいなことじゃないとか、なんとか言いながら私仕事でほとんど半分ぐらい AI が今マジでちょっとまずいんですよマスタリングとかね、あそうかそうか、もうなんかね AI がねやってくれるんですよ、何風とか言って瞬時に。やっぱり何風ね、そうらしいね。ゼロからやるよりはね、とりあえず8号目ぐらいまで連れてってくれるんだ。俺さ、俺なんか広告の裏に詩書いてさ懐かしい、コードをはめ込みながら自分でギター弾けないね、うん、コードそんな知らないから、うん、でもそれ3コードぐらいで作ってやって、ね、今でもやってるからね、うん、でもそれでもシルバーディスクもらえたからね俺、うん、それはいいじゃない、うん、いやだからやっぱこう手作りのそのお店のなんか レストランとか、うん、ああいったもの、うん、今まではねこう大資本のさ、はい、ものにだいぶ押されたのはあるけど、これからやっぱそっちの方選んでいくんじゃないのかな、うん、ああみんなそういうふうに旅行もまあ繰り返すって言うけども、うん、そういうふうにまあ飽きるんだろうね、うん、だからそういうコピーとかいくらでもできるものじゃなくて、うんうん、だって金尾さんの声は金尾さんのライブ行かないと聞けないわけだから。そうだよね、うん、でもその声を取っといて AI にね、うん、今度取っといてってまだ俺生きてるよ。生きてるけど、アバター、アバターアバターかなお、それいいじゃん何いやというかさ、もいやほんと今回の金さんもそうだけど、うん、さっきも話したけど湯明美清さんとか、うんうん、まあ、昭和の先輩がいきなりステージ4 で、うん、でステージ4の後まだ生きてるっていう、そうそうそう、すごいよね。とかさっきも今ね本当死んでんじゃないの、うん、だから俊美さんと俺と鈴木さんしか見えてないとか誰も見えてなかった。見えてます見えてないっておかしいよね。いやいやここにおるよ俺は声だけすごかったりして、うん、川崎玲のさもう、うん、いや鹿野石郎の なんか墓石の前でなんかやらされてるってすぐないよね頼みますよ本当いやあのねでもね本当やっぱり運も良かったんだけど、ま、運はねあのなかなかやっぱり行かしてくれないよね向こうにはね、うん、まだなんか、うん、やり、なんていうの、俺あんまりほら深刻ボケないんですけど、うん、やっぱ岩切さんとか加納さんとか見てたら、うん、やっぱね音楽の神様っているんじゃないのかなって本当思ってたよ。やっぱ生かされてるっていうの、はいはいはい、うん、ね、死んでるかもしれないけど、うん、実はそれね今まだ肺炎だけど、うん、肺炎がね治ったら俺死なない決して死なない、大ハードになるそんな感じね、130歳でやったすごい、ね、いやいやそこまで行きたくはないけど元気でね、うん、ということでお便り行きましょうか。お便り、はいはい、これねちょっと前にね、うん、ちょっと準備が、あ準備があった、はいはい、うん、これでも今の曲ってカム&アウトって書いてあるけど、この時代にカミングアウトっていう言葉がなかったから、そうなんですよ。で、ね、後であカミングアウトってのことを言いたかったから、ね、その後に10年か20年経ってからか、うんうんうん、やっぱちょっと早いんですね。早いんだね、うん、先取り。今でもカムアンドアウトってどんなことよくわかんないもんね、うんうんうん、だからねそこから来て、うん、もうこの今の世界からもう無視していっちゃいましょうって意味だから、うんうん、だからこれでもこの曲っていうか、これはまあ85年の1枚目で14枚ぐらい出てる。
そうです。すごいね。だからあと13回出ようかなと思って、うん、この番組ラジオにね毎回毎回そうよ毎回、ね、毎回ボリューム2、うん、今日はいや俺もう自分で勝手にゲストを選んでるから、うん、選んでるっていうか、そう、まあ、あれよね、もちろん多分、うん、もうそろそろ会いたいなっていう人に電話してる。そうそうそう、それとかも相手から連絡あったりとか、ね、まあ、依頼ももちろんありますけどもですね、最低でも年に1回あと13年そうそうしねえよやろうねえよ、うん、13年続いたらすごいね。いや、うん、ちょっと行きましょう、ね、じゃあ行きましょうか。はい、金尾さん、としみさん、鈴木さん、そして今日のゲスト、はい、白浜久志さん、うん、こんにちは。はい、これはね北海道の方ですよ。北海道毛利さん。毛利さん、はいはい、今日も楽しく聞かせてください。はい、金尾さん先日は、うん、風の中で立ってありがとうございました。はいはい、頑張ります。はい、何でしょうか。あのね、風の中で立てを気に入っていただいて、それのね、高度を教えてくれって言われて、ああ、そうなの、うん、そういうことで、うん、ちょっとあの社名で感謝頑張りますって、はい、よろしくです。これライブハウスやられてる方ね。あ、そうなんですね。うん、あのロックンロール何キャッキャッツキャッツ ね、 ね、今日のゲスト白浜さん ARB で一緒のドラムのキースさんが、うん、当店に来てくれます。6月1日あ、そうそう、ツアーを ね、 あのそうですか、キースさんもするんだね。鬼平さんと一緒に、偶然にしても今日金尾吉郎音楽魂のゲストとして、はいはい、ARB の白浜さんが嬉しくてたまりません。楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします、うん、ということで、これは2日前に来ました。早々、はい、ロッケンロールキャッツアキラ、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。お店やられて、うん、あのね、マチケンとかも向こうに今行ってるじゃない。うんうん、北海道。キースさんってこの前飛行場で偶然お会いした。そう、どこかどこだっけ。四国行くときかな。四国行くときに同じ飛行機。あ、高知行くときだ。うん、珍しいね。飛行場でパッと目立ちましたよね。うん、うん、絶対わかるよね。うん、だからなんかあの100m先。いやいやいやみたいな。そうそうそう、うん、行かれるんだね。そうそう、あのあツアーもねやられるんだよ ね、うん、ね、頑張ってほしいと思います ね、 ね、で、あ、もう一人行きますかね、うん、ミキさんからいただきます。博多のミキ、はい、ミキさんね、おはようございます。はい、おはようございます。皆さんこんにちは、はい、曇り空の博多です。はいはい、本当に、来週は4月並みの暖かさになるんでしょうか。うん、体調管理が大変ですね。うん、先週の金尾商店、やっぱりゆったりした時間が楽しく過ごせました。ありがとうございます。そして今週は福岡の大先輩の一人、大先輩白浜さんですね。お帰りなさい、うん、はい、もう1年半くらいになりますかね。うん、そうだね、前回の金尾さんの凱旋時は楽しいひとときをありがとうございました。そうでしたね。いや、いろいろね、あれ悪い気だったね。あの焼肉とかね、いろいろお世話になりました。最近ではこちらで水拳ハモニカに、今のプレーを白浜さんに見せましょうよ、うん、いや、またガラルーケン、うん、よかってな会話もあってしてます。しげきさん、しげきさんですね。ミキ、うん、さんが今のプレーを白浜さんに見せましょうよって言ったら、しげきさんがいや、またガラルーケン、ガラルーケンっていうのはね、あのあれよ、叱られる、そんなしげきさんのような叱られる、大先輩をして叱られるけど私が怒られてますよって言ってますよ。今日もかっこいい音と音楽、楽しい、会話を楽しみにしますね。はいはい、リクエストはなし、あ、はい、お好きな時間で、いただ、感じていただけるのを楽しみにしています。はい、さて今週はオイルは博多で福島会長の生誕祭、うん、誕生日、会長、はい、行ってきました、はい、行ってきました、はいはい、やって年下の仲間がどんどんこの世を卒業していて悲しいけど、うん、俺はまだいかんって力強く宣言しておられました。はい、金尾さんもバリバリでいかなさらんですわい。まあね、うん、あのまあ頑張ってね、俺もありがとうございます。まあまあ、まあまあ、うん、頑張っております。ミキさん、ありがとうございます、うん、ね、メールをいただきました。ありがとうございます。博多の時いつもねお世話になって、うん、あのこの番組に出てくるね人たちもご紹介とかね、うん、あのつながってね、あの面倒見てくれてるね、うん、ありがとうね、うん、感謝してます。本当ね、まあ僕も徐々にね、九州行きたいっていうね、来年いや、もう今年ぐらい行きたいよ本当は。今年、ね、さっき知らんもんの話して、ね、来年の話は行きましょうよ、うん、あの、ね、今年ぐらいちょっと今ね、あれいつでしたっけ行ったの、お話ちょっとしてるとこなんですけど、1年半前、うん、22年22年、秋9月でしたね。9月か、うん、もう1年、あったかさがった方がいいよね。そうそうそう、コロナから復活第一弾、そうそう、今年ぐらいねしたいよ。でなかなかね、その肺炎ってね、
はっきり治らない感じがするんだよ、うん、あの癌とかだともう消えたのが分かるからあれなんだけども、肺炎がね難しいね。でも3月ぐらいまでじゃないですか、うん、あの言われてるのは3月ぐらいまでかかるかもねっていう感じだったんだけど、まあ徐々に良くなってるんだけど、あのステロイドもちょっと減らして、見た目は全然普通なんですよね、うん、僕うん、見た目全然変わらない。全然ね、びっくりしたもん。なんか骸骨みたいに出てくるったらどうしようかなと思って。むしろツヤツヤで変わる。足とかあるかな。いやいや、あれ、心配だったんだけど。いや、ツヤが良くなって。ツヤがつけてる。ビタミン C とか飲んでるからガンガン。うん、そうね、前よりも結構いいかもね。うん、いいんよ。暮らしで。そうそう。ちょっとポチャっと、あのこれはまあむくみだけど。うん、むくみ。そうそうそう、多分私は薬のね、まあ、なんか副作用、うん、でもまあそれも減らして今言ってるんで、まあ徐々にね、うん、ちょっと時間かかるかもしれないけど、まあ頑張ってねやります。はい、ということでですね、もう一曲ね、はいはい、この中からあのアルバムの中から聞いてみますかね。はい、今日2曲あるんで、この曲のタイトルは、これはどういう感じの曲なんですか。CD の方ですか。あ、 CD ですね。プライベートガールは、僕が ARB に入って最初の One and Only Dreams ってアルバムが86年かな、うん、に出て、それでシングルカットされたんですよ。あ、これがそうなんだな、うん、で時を経て、はい、10年前かな、うん、マールピングドラムっていう TBS 系のアニメの挿入歌になって、はいはい、でまた注目浴びて、でこれが結構、ね、海外でもやっぱあのこのアニメが結構売れて、だからあの、ね、そうなんだ、僕の書いた「灰色の整備」とこの曲が結構海外でなんかその歌詞を書いて、うん、ドイツ語とかポルトガルドとかもいろんな、いや俺それ知らなかったの、世界中の人がねこう歌ってくれてて、でそうなんだ、自分でやっぱね石橋亮の歌がねまたね素晴らしかったのよ、ほんとこれあの、あで確かに、ね、やっぱね彼以上の歌える人間ってね、やっぱ自分の中でやっぱ思いつかなくて、うん、だったらいっそのことちょっと女の子に歌わせてみようかなと思って、はあはあ、でその博多のギター場でいろんな世話になった人たちに、うん、歌いたい人がいたらあのその応募してくださいって言ってこう一応情報を流したのね、うん、そしたら、まあ、何人か引っかかって何かが歌ってくれた中の一曲、うん、なるほどね、じゃあ聞いてみましょう、はい、プライベートガール。Yeah.
いやいや、これもいい曲じゃないですか。これこれ ARB がシングルカットしたっていうか、あの石橋くんのいや声の中ってこういうのものすごく合いそうだよね。いや素晴らしかった本当、うん、レコーディング中にね後ろに座ってるなんかわけのわかんない人たちがみんなこう号泣してましたから、歌聴きながら本当、うん、そのぐらい素晴らしい歌だった、だからちょっと大変なんですよ、だから本当に私としてはボーカリストを探すにしても、いやしかしこの、うん、僕らはさ昭和時代からそのアップルツリーとかやってたところから知ってるから、うん、彼の声のイメージっていうのはあるじゃない、うん、そのいわゆる甘いね、うん、ゴリゴリのパンクっていうか、うん、そのイメージがやっぱ、うん、ARB ってあるあったからねのかな、うん、でも人間って何種類か声を持ってて、うん、それがこう合わさった時にすごく力になるんだけど、やっぱりその部分ではなんかそういうこの歌曲とか彼が歌うといいだろうなって今聞きながら思ったんですけど、ね、うん、逆にもうちょっと発想を変えて、うん、こう性別とかこう、うんうん、年なんていうの世代とかそういうのを取っ払ったところで、うん、なんか歌わせたら面白いかなと思ってね、うんうんうん、ちょっといろいろまだまだ募集中なんですよ、だから。あ、そうなの、そのそれと海外でも結構あれなんだねこれ、うん、人気が出たんだ。ARB ってあんまり売れなかったらしいねこれ。いや全然、うん、だからアニメが世界でヒットしちゃったから。あーそっかそっ か, かこれと一緒、あとあの灰色の水曜日、あなたこの間歌ったね、うん、本当にねドイツ語も結構面白いですよ。そうなんだね。ポルトガル語フランス語もあったな、まあ、英語はもちろんあるし、うん、だからなんかあもう歩きだと、あもうこれでもう俺死んでもいいなと思いますけどね。あ一応そうなんだ、うん、なかなかなすごいんだね。あのいやで椅子も印税入んなかったですよ。でもさすが海外だなと思って。海外で売れたそういう DVD とか、うん、あの CD とかそういったの印税はどっかでどっかで多分ピンアナされてるんじゃないですか。一社前の、そんなの。だからジャスラックどうしようもないんだもん日本の。そんぐらいちゃんと管理しろよっていう。そうなんですか。文句があったら自分で裁判起こしてやってくださいって、うちら関係ありませんって契約書に書いてあるもんね。ああそうなんだね。大変だよ。これアメリカだったら大変なことだよね。全然向こうだそうですよ、ね、いやそれはねないでしょう。向こうと契約した方がいいんじゃないの。本当ね、これ本当だよね。これそうなっていくでしょ、うん、多分。いやー、これはありがとうございます。素晴らしいよねこの曲もね。私の周り石橋さんの大ファンがねいるんですよ、たくさん。ひばりさん、いやいや、これ亡くなっちゃったんだけどね、ミカちゃんってね、フランスのね、もう大ファンだったの。白浜さんの、白浜さんってあの ARB の ARB のファンがね、あのフランスに住んでて、あの、うん、僕がロンドン行った時にもいろいろ来てくれたりで、なんかいろいろアニメでね僕のなんかをやろうっていう話もしてたんだけど、あのプロモーションビデオとか、うんうんうん、それでちょっとなくなっちゃったんだけどね、うんうん、そう、ミカちゃんファンだったねそういえば。大ファン、ね、うん、そうそうそうかそうか、うん、まあだからあんまりこうね若い世代にこう どういうふうにこう何度かつなげていくかっていうことはやっぱねそろそろ俺も考えないと、うんうん、と思ってて、で割とあの若いアーティストで歌ってくれたら、うん、とか最近の若い子たちって昭和歌謡とかさ、そうそうそう、あとハッピーエンドとか、うん、遠藤健二さんとか、うん、またリバイバル してるでしょ、うん、なんかね、すごい。もうだからちょっとね、うん、まあ、そういったことにちょっと首を突っ込んでいるわけですよ。だから本当に、ね、募集中なんですよまだ新が、うん、AIだから AI もやったんだってば、だからAI って愛ちゃん何でって愛さんっているじゃん、愛はい、あのお便りありましょう、いきますよ、はいはい、ですね、これちょっとメール来てます、メールね、いただいてます、はい、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、今日は久しぶりの晴天です、先週の放送も楽しかったです、うん、ありがとうございます、笑顔さんですね、笑顔さん、はい、いろいろあってご無沙汰しておりましたが、はい、YouTube を見て楽しませていただいております、はい、金尾さんとしみさんはラジオが終わったら大急ぎで呉まで移動ですね、うん、そう今日呉に行かん、ね、行くんよ、夜名古の、
米子とね、くれ。そう。米子のアズティックは思い出がある場所です。はい。2019年のしゅんさんのブルースプロジェクトの CD リリースの、うん、時のライブ1週間前に旅行で訪れ、うん、泊まったホテルがたまたま近くでした。はい。朝早く起きて出雲か、移動を散策していると、うん、音楽が流れてきて引き寄せられるようにたどり着いたら、うん、そこはラジオのダラズ FM でした。あ、はい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 。そして歩いているとアズティックを見つけ、しゅんさんのフレアが貼られていて感動しました。はい。1週間後ここで来るんだとすごいニアミスだった、残念だったことを思い出します。花尾さんにとっては久しぶりの遠方でのライブですね。そう、ライブ自体がね、僕久しぶり、肺炎になってからもうちょっと歌えなかったから、これ今日第一発目ですね、うん、ラジオだけにしたのよ。そうですね。でラジオでさ、こうやって行き恥さらすと大体慣れてくるじゃん。ね、うん、だからいいとこ大体人間って見せたいんだけど、うん、皆さんね、青が出てるかとかね、あのいやー、ね、力もらって人いっぱいいると思いますよ今回。そうね、カノさんからね、フォーフォーフォー言ってるもんね、うん、ステージフォーとか言ってますからね。だからステージフォーライブ、ステージフォーツアー、岩切さんと、ね、岩切さんと俺がステージフォーライブ、俺がバックするからいっぱいいるね、フォーの人ね、ステージゼロで。いやいや、あのでもやっぱりねすいません、昔とまた違ってね、あのまああのね、治療も変わってきてますからね。はい、はい。アズティクの周りにはまた、うん、出雲街道か、うん、出雲街道があって七福神の神様巡りをして、うん、散策するのも楽しいですよ。良いツアーになりますよ。お祈りしています、はい。はい、ありがとうございます。リクエストは U をお願いします。U か。でも何でもいいです。ほう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 、ああ、すごいね。後ほど。はい、そうですね。ね、もう一つ。はい。うん、カナオさん、としみさん、鈴木さん、まっちゃん。こんにちは。まっちゃんは今日はいません。今呉に向けて松山道、うん、石槌サービスエリアです。お天気良くて最高のドライブです。これからしまなみ街道を通りながら、うん、瀬戸のしまなみを満喫して、うん、フェリックスに向かいます。翔、うん、ちゃんの仲間たち豪華メンバーの生ライブを本当に楽しみです。 ありがとうございます。特にハワイ島のトミー磯部さん生で見れると思ってなかったから超楽しみ。はい、呉も久しぶりです。カナオさんととしみさん、放送終わってからハードスケジュールですが、うん、気をつけてお越しください。これは高知のひろしです。ありがとうございます。高知から見に来て、クレはね、もうね、おかげさまでソールドアウトになりました。うん、ね、ということで、気をつけてきて、今日はクレで、明日は、ね、米子で頑張ります。皆さんお会いできますよ。ということでね、白間さんのね、うん、今日その生歌をね、生歌ね、皆さんも楽しみにしていらっしゃると思いますけど、ね、それ、ギターすいいよね、すごい音がブルーリッジ、ブルーリッジですよ、すごい音するよね。もう弦1ヶ月ぐらい変えてないですけど、ほんとすごい、変えなくてもいいんじゃない。しかもこの弦は280円のセットという。なんでセットで、嘘、セットで、嘘やろ、温度温度と、あ、ちょっと教えて今度、ほんとにこれ、カイバンドの松井さんから教えてもらって、安くていいのがあるったいとか言ってもらえた。280円じゃとか言って、本当とか言ってセットくれたら結構これが良くて、本当すごいね、いいね、それいいでしょ。うん、今日何にしようか。あ、じゃあ今日はファーストアルバムの、はい、僕の中で、救いの扉っていう曲があって、これがですね、僕が公務員になってで、うん、こっちで試験受けに行った帰りに、うん、どこだったかな、どっかの喫茶店でこう、あ、もうこれで音楽も、もうやることないし、一応公務員にもなりそうだしとか言いながらコーヒー飲んだらボロボロ泣けてきちゃって、本当その時のことをね書いたんですけど、当時すっかりですね、うん、レコード倫理協会に引っかかりまして、で、レコードの、うん、途中で書き換えた、書き換えさせられたんですが、今日はオリジナルで歌います。はい、うん、救いの扉。街を洗い流す雨のしずく合う人々の傘でいがる、誰も
とりどりの傘の群れの行く先に救いの扉があるのなら立ち止まる方がバカさわかってる。夜が街を包み死体を浮かす墓織り人婦のように俺は救いのない天使を犯す罪の奴隷のままだ。何にも変わらないままに過ぎる日々の速さに追いつけず鏡に映る自分のシワと向き合う勇気をくれないが俺にも気をかけてくれるかい。ひとしずくの幸せのためにこの手を止めることもなく救いの扉を閉じるまで傘の群れにも ございました。いいね。ね。ここはどこが引っかかったの？やっぱそこで。やっぱ死体を犯す。墓掘り人。これ神の異邦人かなんか読んでて、これそれがちょっとヒントになってるんですけどね。ああ、なるほどね。ダメでしたね。この今は大丈夫でしょ？ダメでしょ。やっぱり。ダメなのかな。なんかさ、言葉そういうのを。戦争でどんどん人殺してるがよっぽど映像で流してるが、ね、私はこういうことよりも、ねうん、神は許されてるのにそうおかしいよね俺ダメかよみたいなそうばそりゃそうですよね、うん、なんかね、うん、そういうの矛盾を感じますね、うん、ね、うんまあ、作詞家松下俊美先生としてはいやいやそういう作詞家作詞家じゃなくてやっぱ言葉ってやっぱりそれしかないね、うん、感情ってあるから、うん、そうだよねいけないってことはないと思うけどね、うんうん、と思いますがまあね何ですかこのシーンとしたことこの沈黙は、うん、いやでもやっぱそういう言葉を詩にするっていうのは、うん、あのさ残るじゃんねやっぱそこで命が大切とか、うん、逆にそういう、ね、発想に行くじゃない、うん、そうだね、うん、なんか引き締めて一日頑張ろうとか思うじゃない、うんうんうん、だから大事だと思うけどねそういうのをもろ、うん、そのあからさまに言った方がね、うんということでね、はい、この白浜さんのねちょっとこの先のスケジュールこれはねライブウォークっていうのがこれ博多ですよね福岡、はい、
福岡音楽村、はい、ライブウォークイン今泉って書いてあります。今泉のあたりで、そうです、おそらく、うん、いろんな場所でそのいろんなアーティストが歌ったりするっていうことですかね、うん、でアーティストもウォークする、その、うん、その会場と会場ぐる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 回って、うんうんうん、お客さんと一緒に、うん、なるほどね。これ何名かね、いろいろアーティストも書いてありますけども、このこれはどこからお話、やっぱフォーク村、これは音楽村やってる、音楽村オークスマリちゃん、オークスさん、はい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 、うん、前福岡行った時もね、うん、お世話になりました。あ、そうですね、往復の飛行機代ギリのギャラで頑張っていってきます。やっぱ俺たちそれがあればね、行、うん、ければ、うん、行って帰ってこれればいい。そう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 、片道だけとかっていうのはね、ちょっと厳しい、微妙な一応宿泊費はちょっと向こうで CD 売ってちょっとそれで頑張って稼ごうかなみたいな。ああ、30分4ステージ。ああ、4ステージ。本日買いますね。いやいや、これね、フライヤーありますけども、これ後でね。映像の中にも入れさせていただきま す, ます。これぜひね、皆さんね、お越しください。これ4月の7日、日曜日ですね。4月7日日曜日、16時半、オープンで17時スタートということでね、チケット3500円になっております。2ドリンク付きだよ。2ドリンク付き。うん、学生は3000円ということで、ね、ワンテンポにつきドリンク代が500円かかりますということなんですけどもですね、はいはい、これも楽しそうなイベントです。これは長くやられてるんですか？なんかね、コロナ前は結構、うん、好評で毎回ソールドアウトだったらしいんですけど、でコロナでやってなくて、うん、でコロナ系で初めて、ね、あ、じゃあ久しぶりだから。これは地元の方が多いの？うん、みたい。あ、だからもともとその福岡音楽村っていうのは地元のミュージシャンを育てるっていうか、うん、紹介するっていう感じでね、うんうんうん、そうですね。あ、お店が5店舗5店舗あるの、ほら、あ、これちょっと、ね、見て、バーダイアリー、うん、ダイアリー、はい、それからキングフィッシュ、キングフィッシュ、はい、マスカレード、マスカレード、コスモ、コス S、 コモ S、 ごめんなさい、コモ S、うん、ハンビー、あ、そこのモデルハンビーですね、5店舗参加で、これにね、ここね、皆さんがこうね、うん、行くというね、そう、これ石原麻里さん、はい、白浜久志さん、はい、瀬戸口、これはケイさんか、めぐみさんケイさんか、めぐみさんね、存じ上げなくて、あ、その藤山 E.T. 栄一郎さんそうだ、和田直子さんね、それから小森洋子さんと太田光平さん、うん、うん、そうだよね、これは楽しみに ね、皆様ね、お越しいただきたいと思います。こういうのがあれば、この今泉っていう町も、うん、なんとなく音楽でね、湘南台のよく僕も行くんだけど、湘南台の湘南台でしょうっていうね、それもいろんな場所でいろんな、うん、まあ、ブルースが主体なんですけども、そういう、まあ、ブルースに限らずね、うん、いろんなお店でライブをやって、やりますね、まあ、その日だけはその町全体が、うん、なるんだけどね。だからイギリスとか、ね、っていうか、まあ向こうの大都市ってだいたいナイトクラビングっつってね、だいたい週末になるとやっぱそんなにいわゆるチケット代じゃなくてもビール飲めるお金でライブ行って、うんうん、でつまんなかったらもう次の店行ってっていうのがこうね、なるほどね、あったから、それのもうちょっと健康的なやつ、うんうん、夕方からやるみたいな、なるほど、ね、みたいですよ。ね、ね、ぜひこれね、福岡の皆さん、特に、ね、ソールドアウトにならなかったら僕の責任ですからね。いやいや毎回ソールドアウトだったんだって。4月だからね、もうちょっと暖かくなる、ね。まあ4月7日ですね。ということで、ちょっと暖かくなる。プレッシャー。ということでね、生歌も一曲、ね、うん、お届けしましょう。うん、じゃあやっぱこれは我々のような、うん、まさか60過ぎまで。うん、音楽をやってると思いませんでしたが ボブ・ディランのフォーエバーやん。 May God bless and keep you always, May your wishes all come true, May you always do for others as I do for you.
May you be a ladder to the star, climb on everyone. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. May you stay ために。ありがとう、はい、フォーエバーヤング。いやいやいやね、最近何お酒やめたらしいね。やめましたもん。なしマジはダメだ。俺もやめようかなって思う。やめた方がていうか大してうまくねえなってのに気づいて。そんなにそれはあるね。あとこうあれ飲んだらもう終わっちゃうから。あ、確かにね。やっぱね、晩飯食ってこう9時とか10時ぐらいから、うん、飲み始めたらもう先ないでしょ。ああ、そうか。やめたら、そっからまたもう一盛り上がりできるから。ああ、そうだね。あの、録音したりなんかできるから、もう時間もったいないもん。そうだね。もうそんなにあとね、はい、30年も生きられないんだったらと思って。はい、すいません。カフェインもやめましたと。ああ、コーヒーね。うん、コーヒー、そうなんだね。あの、あれやね、声が伸びがあるね。もうっていうか、あの去年はライブ3本しかやってないですけどね。本当なんか水泳もやってるでしょ、健康的に。いや、さすがに酒のこう飲むのやめようかなって言った時はさすがに自分の健康気にしてですね、これじゃあやべえな、俺も病気かなって。加納さんの話聞いてたから。だけどはい、あの一応あの1000メートルぐらいはノンストップで泳げるんで。すごいね。絶対早いがんじゃねえなって。すごい、それはいいんだね。あー元気だ。俺もタバコはやめたけど、あの酒はねちょっとたしなんです。ちょっとたしなん。美味しいんでしょ。だって美味しいの。だからね、タバコも吸えなくなっちゃったから俺、うん、まあ吸っちゃダメですよ。だから、うん、あのやめただけの話で、うんうん、吸えなくなったんだよね。うん、吸えないんだよね。美味しくないんだよ。だから美味しくないと思ったら俺もやめる。でも無理してやるもんね、うん、ね。ということでね、今日ちょっと二人でなんかさっきあれユウが来てたけど、ちょっとユウは急であれなんで、あの今日ね、ちょっと道をまたちょっとやらせてもらおうかな。よろしくございましょうか、はい。俺は黙って今日も家を出た。いくつもの喜びといくつもの悲しみが二人の心から消えて。スーツに今日も身を包んで朝の地下鉄に飲み込まれて捨てられた新聞を
ルは今日も鳴り響いて、ボロボロの体でいて死につく、華やかな街へ心を閉ざしたまま、俺は今日も ということで道かなおよしろでお届けしました。はい、ありがとうございました。あっという間の1時間は経ちましたけども、はい、白浜、今日のゲストはですね白浜久志さんですけども、はい、新しいユニット、はい、これびっくりしたわ、はい、俺これだって小山拓司、湯川東弁、はい、すごい白浜久志と楽しい、よろしと言ってもなし、楽しみ、面白いでしょ、うん、すごい協力メンバーね、ねえ、うん、いい感じ、ロスビースリッシュ&ナッシュ目指して、なるほどね、もうコーラスビシバシの、ああ3人全員もう、うん、イントロからエンディングまで歌いっぱなしっていう、あなかなか楽しい、楽しそう、これも楽しそうですね、湯川東弁さんね、よろしくお伝えください、はい、びっくりした、もう今週からレコーディング入ってるんですけどね、本当、はい、あそれも楽しみよね、うん、今度はみんなで来てくださいね、ぜひぜひ、ぜひね、あっという間の1時間でした、はい、本日のお相手は、はい、松下俊美と、はい、白浜久志さん、はい、ありがとうございました。金尾四郎でお届けしました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
の姿優しい、あの人は今はない。